カノンちゃん、新メニューもう食べた？いちごとブルーベリーのパイだよね。あれ、すっごく美味しかったよ。だよねだよね。甘みと酸味がちょうどよくて、いくらでも食べられそうだよ。気持ちはわかるけど、食べ過ぎちゃうと。それ以上は言わないで。あれ、でもほら、私たちここでバイトしてるんだから、商品をちゃんと知っておくのも大事なことだと思うんだ。その考え方は命取りになるよ、あやちゃん。